皆さんこんにちは。例年頻打に悩まされている中日ドラゴンズ、今年も12球団最下位の得点数をキープするなど頻打は継続、完封負けも7月8日時点で15回と最多を記録するなどかなり苦しんでいます。そんな中日ですが、先日から行われている広島戦でこれまでの頻打が嘘のように打ちまくり2連勝を記録、頻打解消に向けて徐々に歩みを進めています。実は7月に入って今シーズンの得点数西武ライオンズを抜いて11位に順位を上げた中日ドラゴンズ、一体なぜ得点数が増えたのでしょうか。そこで今回は中日の得点数向上の理由についてご紹介していきます。先日行われた広島戦では8対0の完勝を収め、本日8日に行われた試合でも5対1で見事勝利を収めた中日。特に7日の試合はリューキラーと呼ばれ、2021年から6連勝されるなど抑え込まれている栗選手が先発でありながら5回までで7得点を奪うなど苦手な様子をみじんも感じさせない戦いを披露。本日の試合も広島のエース大瀬投手から3点を奪い敗戦に追い込んでいます。中日は前々回カードの横浜 DeNA 戦でも奮闘していました。6月30日は DeNA のエース今永選手を相手に粘り少ない得点で勝利。続く7月1日はバウアー選手が相手でしたが、こちらも序盤から2点を奪い粘りの戦いを披露。この試合は同点でしたが、今永選手バウアー選手相手に1勝1分けは大きく、7月2日の DeNA 戦では涌井選手があと一歩粘れず僅差で負けましたが、東選手から2得点するなど DeNA が誇る強力な3本柱を相手に善戦しています。その後の巨人2連戦では2連敗しましたが、序盤に5点を奪われながら終盤で5点差に追いつくなど頻打解消の予兆がありました。そして先日から始まった広島戦で打棒が爆発、投打も噛み合い見事勝利を収めたわけです。一体なぜ解消されつつあるのでしょうか。これまでの今季の中日は細川選手ありきの部分がありました。大砲候補の石川選手は調子の波が激しく一時期不振に、また昨年まで中日のクリーンナップを務めていたビシエド選手も得点圏に弱いなどもあってスタメンから外れ2軍で調整を重ねていました。また大島選手や岡林選手など打率の高い打者は安定してヒットを打っていましたが、長打力のある打者ではなくなかなか得点に結びつきませんでした。細川選手が4番に入り勝負強い打撃や10本の本塁打を放つなど長打力を見せていましたが、細川選手一人ではさすがにどうすることもできません。その細川選手も6月後半から調子を崩しなかなか1本が出なくなっていましたが、ここに来て細川選手が復活、打点を挙げたり先日の試合では猛打賞を記録するなど調子を取り戻しました。ただこの快勝の理由は細川選手の復活だけではありません。一番の理由はビシエド選手の復活が大きいでしょう。2015年12月新助っ人として中日に入団し4番打者として君臨していたビシエド選手、首位打者の経験もあるなど中日を代表する打者でしたが、昨年は開幕戦から本塁打を放つなどしますが、その後は不調に、しかし1試合3本塁打を放つなど徐々に調子を取り戻し、最終的に打率2割9分4厘14本塁打63打点をマーク、健在っぷりをアピールしていました。しかし今シーズンの打率は2割2分4厘得点圏打率1割2分2厘と、これまでのビシエド選手に比べるとかなり不振に陥っているような数字のに、立浪監督から2軍行きと打撃フォームの改良を命じられ、2軍でしばらく調整を行っていました。その後1軍に再昇格すると6月後半からスタメン起用され始め、毎日1安打を放つなど復調の気配を見せていました。そして8日の広島戦では久々の4番ファーストで起用されると同点に追いついた6回1失点、
フルカウントから大瀬良選手の直球を詰まりながら一二塁間を破る敵地だ。いつもクールな助っ人には珍しく、塁上ではベンチに向かって両手でガッツポーズ、何度も手をたたいて喜びを表現ました。この日は4打数2安打2打点の活躍を見せたビシエド選手。これまで4番での起用が多かった選手ですし、こうして復活したのは大きいですが、立浪監督は試合後にこのビシエド選手や打線について、若い選手に打たせてきましたが、実力的に勝ち取った4番ではない、ビシエドに期待を込めてというところでタイムリーに良かった。細川、石川昇に4番を打たせていますが、ビシエドがやってきた功績に比べると経験も含めてまだまだ細川はいいところで敵地打を出してくれていますけれど、今日は1回期待を込めたビシエドにはまだまだ頑張ってもらわないといけないと、さらなる飛躍を期待していました。またビシエド選手だけでなく、勝負強い打撃を持ちながら近年苦しんでおり、今季も打率1割台と低迷していた高橋周平選手もこの日代打で出場して打点を挙げるヒットを放ち、最近6試合では出場すれば安打を1本放つなど状態を上げています。過去には4番、5番と並んで打っていたビシエド選手と高橋周平選手、ファンからの期待も大きい2人だけに、ここからさらに復調してほしいですね。こうした選手の復活もあって、ついに12球団の得点数最下位から脱出した中日ドラゴンズ、といっても最下位の西武とは2得点差と僅差で、得点不足が完全に解消されたとは言えません。ただ中日には細川選手や石川選手、ビシエド選手や高橋選手以外にもアピールを続けている選手もいますし、ブライト選手など将来の主力候補となる若手も多くいます。本拠地が広い名古屋ドームという性質上、どうしても長打は出にくくなりますが、貧打解消には長打が必須。こうした若手たちがどう成長し課題を克服するのか楽しみではありますね。果たしてチーム一丸となってこの問題を解決することができるのか、またこの調子を維持し躍進できるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。